七五三のお参り、七五三に読む絵本。妹の綾の熱はなかなか下がらない。神様、綾を連れて行かないで。竹蔵は一生懸命祈った。昔々、竹蔵という元気な男の子がいました。ある日、竹蔵は庭でカエルを見つけました。あ、カエルだ。竹蔵が棒でつっつくと、カエルはぴょこんぴょこんと逃げ出しました。こら待て。夢中で追いかけていくうちに、カエルは池にトッポーンと飛び込んでしまいました。勢いよく走っていた竹蔵は、池のほとりの石につまずいて、どっぷん。た、助けて。あ、竹蔵兄ちゃんが大変。妹の綾が走ってきました。竹蔵兄ちゃん、綾の手に捕まって。竹蔵は小さな綾の手を握りました。小さな綾には竹蔵を引っ張るのは無理でした。竹蔵が引っ張ると反対に綾は池の中にずるずる。騒ぎを聞きつけて隣のお姉さんのお千代が走ってきました。ほらしっかり。お千代は竹蔵と綾を引っ張り上げました。ハクション、クシュン。冷たい水が良くなかったのでしょう。竹蔵と綾は熱を出してしまいました。寝ている二人のところへ、お千代が見舞いにやってきました。二人とも早く良くなってね。ありがとう、お千代ちゃん。ありがとう、お千代姉ちゃん。少し経って、竹蔵は元気になりました。でも、綾の熱はなかなか下がりません。おいらのせいだ。心配になった竹蔵は、そっとお母さんに尋ねました。綾大丈夫かな？綾も竹蔵もまだ神様の子供よ。だから綾が神様に連れて行かれないようにこうして一生懸命にお祈りしているのですよ。え？おいらも神様の子供なの？そう。7歳までは神様から預かっているの。ですから大切に育てないと怒った神様にまた連れ戻されてしまいますからね。竹蔵は家を抜け出すとお宮まで走っていきました。神様、どうか綾を連れ戻さないでください。一生懸命お祈りをしていると声がしました。竹蔵兄ちゃん、あ、綾の声だ。声のする方を見ると、綾が真っ白い雲のかごに乗って手を振っていました。空の上には七色の雲が広がっていて、たくさんの赤ちゃんが下を見下ろしています。綾、ダメだ。神様の国へ行っちゃいけない。竹蔵が叫ぶと不思議なことに、綾はスーッと消えてしまいました。綾、夢中で家へ駆け込むと、竹蔵兄ちゃん。綾は布団の上に起き上がってにっこりしていました。よかった、元気になったんだね、綾。11月15日の朝、お千代がきれいな着物を着てニコニコしてやってきました。するとまあ、竹蔵が家の中を逃げ回っているではありませんか。あら、竹蔵ちゃん、どうしたの？おいら、袴なんか履きたくないよ。そんな分からず屋を言ったらダメ。7歳と5歳と3歳の子供が、今日は神様、ほら、こんなにいい子に育ちました。って神様に見ていただきに行く日よ。私も今日はこんなに綺麗な帯を結んでもらったのよ。竹蔵は膨れながら尋ねました。じゃあ、綾は？綾ちゃんはもう赤ちゃんではありませんって、髪を伸ばすの。そうか。じゃあ、おいらも袴を履くよ。7歳のお千代と5歳の竹蔵と3歳の綾は、揃って神様にお参りに行きました。3人は手を合わせると、こう言ってお祈りをしました。神様、見てください。こんなに大きくなりました。どうかこれからもお守りください。